日本の人は東京、名菓子ひよこ吉野堂でございます、えー。今回は東京土産でおすすめしたいベスト3をご紹介したいと思います、えー、まず第3位からご紹介したいと思います東京土産にぴったりのもの第3位おすすめランキングですまず第3位はジャジャン東京バナナ見つけた です東京バナナは人によって美味しいという人といまいちだなという人がいるんですが「東京」と文字が入っていて中はクリームでとっても美味しいので第3位に東京バナナを持ってきました東京バナナは僕も大好きなので東京に行くといつも必ず買って帰ります続いて第2位です第2位は 浅草の人形焼きです。浅草の人形焼きは、金の柄のカステラにあんこが入ったものや、ドラえもん、ハム太郎などといったキャラクターものもあります。お子様がいる方にも、贈り物として、お子様にも喜ばれるので、相手さんの ご家庭にお子さんがいる方とかにもお渡ししやすく喜んでいただけるかなと思ったので第2位に人形焼きを持ってきました続いて第1位は東京名菓子ひよこですこのひよこは実は東京のお菓子ではないんですが博多の本当はお菓子で博多 名物としても有名なひよこなんですが、えー、会社としては一応分散しまして一応同じ会社で一応グループ会社みたいな感じで東京ひよこという会社を立ち上げていますもともとは九州のお菓子なんですが、えー、中にあんこが入っていてまあ老若男女問わずいろんな方においしく食べていただけるかなと思ったので東京名菓子ひよこを第一に 持ってきましたいつも僕も東京に行ったら絶対に買って帰る一品となります今回は120周年ということでこのひよこのハートのマークで120周年を記念していますぜひ今の時期ご旅行や実家に帰られている方もたくさん多いと思いますので えもしよかったらぜひ東京ひよこおすすめですので絶対に買って帰りましょう。ではまたお会いしましょう。